はーい、皆さんこんにちは、のっぺんです。信長の野望新世やってきましょう。さあ、前回はこちら、三好との停戦の間に毛利家を滅ぼすことができました。おめでとうございます、パチパチ。で、三好との停戦が終わりまして、引き続き三好攻め再開でございます。で、現在その三好家が斎藤家と戦ってるんですね。なるほど。さあ、ということで今回も頑張っていきましょう。よーし、やっていきまーす。さあ、ということでやっていきましょう。ではでは、まずはこちら、白地城を攻めていきましょうか。あのね、この天霧城にある名所の琴平宮っていうのが、これがね、すんごい優秀な名所なので、ここをね、合戦の威風で取りたいところなんですよね。ということで白地城を攻めていきまーす。まあこんなもんでいいか。十分な兵力でござるよ。はい、ありがとう。ということでいきましょう、頑張れー。はい、勢力目標カジマチを達成しました。パチパチ。カジマチの鉄砲レベルプラス1、素晴らしい、ナイス。じゃあ援国投与もやってみましょう。で、もうそろそろ船井館の開発が終わるんで、早めにね、本拠いてもやっていきたい。で、このね、鏡山城もね、早く落として、この辺のね、交通をね、ちゃんと整理したいところでございますね。頑張れ。あれ、銀山開発いいですね。で、次は農地開墾、素晴らしい、いいですね、いいね、いいね。金めっちゃあんな、すげえすげえ。あと開発してないのが、あー、ここか。はいはい、オッケー。で、じゃあ家宝買いましょうか。じゃあまずは4等級の四重石かな、読めない。で、6等級のこの日光一文字で、このんじゃあ馬ね。はい、オッケー、いいね、まだ金あるんだ、素晴らしいね、最高だね。さあ、で、めちゃくちゃ集まってきてる、大丈夫。さあ、では合戦やっていきましょうか。だいぶ部隊数ね、不利ですけど頑張っていきましょう。阿波佐野の戦い、龍造寺高信 VS 北畠智則。あ、お前がいるのか、智則。いきましょう、勝負だ。いやー、北畠家もね、取り込まれちゃってんだね。さあ、戦力は互角です。あ、本当にマジで。さあ、いきましょう。さあ、勝負だ。はい、海星シュピー、いきましょう。で、まずはじゃあこういってこういって、で、まあ向こうは言うて国衆がメインっぽいんで、まあ大丈夫でしょ。いきましょう、頑張れ。で、このコブは絶対取りましょうね。いいよ。あれ、毛利元就、さあお前の力を見せてみろ。で、まずは、はい、一番槍は、はい、鍋島直重。さあ大丈夫、強撃されるんだよ。ちょっと下がるか。はい、入ってみー。で、じゃあこいか。はい、さあ、まずはまずは、ここかな。はい、で、そうですね、じゃあこいか。はい、いや、でもちょっとそこは、安全にいくか。ちょっとあんま無理ですね、先生、いきましょう。はい、頑張れ。さあ、騎馬突撃。ああ、行く行く、ちょっと下がろう。こっち、はい、ちょっと下がるよ。ちょっと下がれる。よし、下がれるね、オッケーオッケー。で、こっち答え。まあ、そこは取られてしまったか、しょうがねえ。で、こっちね、はい、どうぞ。さあ、で、早く一部隊ぐらい潰したいとこ。で、そこ取ったね、オッケーね。オッケー、強撃。はい。で、こっち、はい。さあ、村上武吉引いて。さあ、で、よしよしよし。鈴木沙汰撃破、お前もいるのか。手ごわいやつらがいる。で、こっちも撤退ナイス。さあ、で、はいはい、で、こっちやな、はい、どうぞ。我が戦闘の切れ味、ね、こっちも早く潰したいですね。で、こう、はい。さあ、で、こっち、よし、潰したナイス。はい、で、こう、よしよしよし、あ、捕獲で、出陣来た、クリシュー。で、そこは無理しなくていい。はい、で、こっち、で、一旦こっち休憩ね。はい、一旦散る。で、こう、はい。で、そっち、よしよし、撃破、ナイス。で、そうですね、じゃあ、ちょっと、村上だけよし、こっち来て、こっち来そう。で、こう、はい。で、こんなふうよ、まずい。助けてあげてー。ご指示。さあ、来ました。こちら。はい、100万一新。ぐわー、うわー。で、兵力回復、ナイス、いいね。で、誰か来たー。で、体力回復、素晴らしい。じゃあ、こう。ちょっと助けてあげて。で、こう、スタート。はい、どうぞ、ナイス。で、じゃあこう行こうか。で、こう行く、はい、どうぞ。で、こっち行こう。はい、いや、こう行ってこう行こう。 OK、 はい、
で、もう一人一部隊来たよ。で、こっち気をつけて。はい、こうね。はい、さあ、どうするんじゃい。まだ増援来るんだ。多いな。で、追いかけっこしてる。待て、よしよし、いいよ、ナイス。よし、さあ、私を負けると思うなよ。さあ、来ました。じゃあ、はい、飛ぶ飛ぶね。はい、まあこれでこっちのもうワンマンでいいや。ワンマンというかワンオペ。さあ、でこっちもよし、撃破ナイス。でこっちきっついきて、はい、分かった。はい、どこでこう、はい、でこ頑張れ、いいぞ。でこっちも、はい、じゃあ続いて、でこういこう、はい、オッケー、はいはいはい、わー、こっち抜けられてるね、いつの間に。で壊滅で、誰か撃ち取った、この野郎バカ。前何度言ったら分かるんだ、撃ち取るなって。で国衆倒した、オッケーナイス。さあ、こっちもきつそう、頑張れ頑張れ。でこっちよしよし、ナイス。はい、でこうやる、はい、さあドイツを殴ろうか、よーし撃破、はい、オッケー、あ、倒した、ナイスー、ナイスー、いいぞー、よしよしよし、うまくね斎藤家と攻撃できてますね。いいぞいいぞ。で敵将爆で、この方投与、まあダメか、解放してやる、しょうがね。礼を申し上げる。さあ、で、イフ中じゃ、イフ強だね。さあ、めちゃめちゃ拠点が取れますよ。よしよしよし、天城城取れた、ナイス。で、元山城も取れたっぽいですね、素晴らしい。よしよしよし、いいぞいいぞ。さあ、これで、はい、勢力目標攻撃号達成しました、パチパチ。攻撃後の商業プラス500、いいですね。そう、ここがね、そう、天城城が攻撃後の建設条件緩和、攻撃後の商業プラス2500ということで、こっからね攻撃後建設ラッシュがね始まるわけですわ。あー、でまだ来てんのか、なんとなんと。あー、でしかんね、はい、オッケー。まあ、なんとかね跳ね返したいところですね。お、いいですね、たくさんしかナイス、いいぞ。で、ツワノ城破壊でございます、ナイス、オッケー。さあ、ここでツワノ城落ちましたね、ナイス、でかした、素晴らしい。さあ、で、敵将捕獲で、じゃあ全員投与、やった。で、この方も解放してあげよう、オッケーオッケー。で、このまま、こっち行ける。まあ、さすがに山吹城無理か。まあ、ただこっちの部隊がね、ちょっと数多いんで、背面潰しましょうか。オッケー。で、そろそろ本拠移転したいところだが、あ、いけるね、よし。じゃあ次の本拠地はこちら黒瀬城に、さあ本拠移しまーす。で、金銭収入もそんなに落ちないからね、オッケー。さあ、これより黒瀬城を本拠と定めるぞ、オッケー。さあ、で、この船井館にはじゃあ誰に入ってもらうかっていう話。まあ、毛利高元でいいか、はい、お願いします、頑張れ。で、三好が5万の兵力で攻めてきた、またかー。盟友の長宗我部家から援軍を呼ぶこともできる、あー、なるほど、それはいいね。ちなみにどんぐらいで攻めてくるって、あー、5万って言ってたね。話聞いてない。まあでもなー、ここは一旦停戦でも良さそうだけどな。いや、でも停戦もちょっとだるいな。まあ、ここはちょっとやりきろう。じゃあ、防衛ください、はい、ここね、はい。で、こっち、天城城も攻めようとしてんのか、厄介だの。じゃあ、仲介、あ、はいはい、それあるか。じゃあ、仲介でいいか。じゃあ、あれ、あーと、天子家なんか仲介しなくてええわ、もう。援軍ね。まあ、とりあえず、まあ、どっか、いや、でも、兵出せねえのか、まあ、しょうがねえか。まあ、いいか。まあ、なんとか乗り切る。で、ちなみに、これで守りきれるか、采配次第か。まあ大丈夫でしょう。行きましょう。頑張れ。はい、勢力目標総商業達成しました。パチパチ。これで、はい、1等級までの家宝が購入可能になりましたね。ナイス、オッケー、いいね。じゃあ買いましょうよ。論功行賞まずやって、はいはいはい。あ、で、立花洞説、侍大将昇進でございます。いや、すぐに上司になってほしいな。じゃあ、右輪ちゃんに、はい、じゃあ感情を上げまして。で、まあ、あとは、まあ、確認し次第、感情を上げましょう。で、家宝。あー、じゃあ、この1等級の家宝。じゃあ、買いましょうね。やったー、ご購入ありがとうございます。ありがとう。で、この、じゃあ、刀も買うか。まあ、ちょっと金なくなっちゃうけど、大丈夫でしょう。OK。
最高。で、敵将僕、じゃあこの方投与、ダメ、あ、いやいや、はい、解放していいよ、はい。で、こっちの天子家の部隊はもう、じゃあ、天子攻めの部隊は変えてよい、お疲れ。なんだったら天子攻め、まあ無理だよな。ちょっと無理させるのやめよう。いやー、ちょっと兵少ないか、ちょっと増援欲しいな。なので、じゃあ村上武雄ちょっと来て、君の力が必要だ。で、政策楽市楽座発令です。で、ここでまた金銭収支増えだしね、素晴らしい。で、あ、港建設出たー。港建設ラッシュしましたよ。で、三好が4万で出てきたー。くそー。どんどん兵を出すつもりだこいつら。いや、これ以上は戦えない。嘘。で、ここで合戦。準備を万端整えよ。いや、これ無理だろ、えぐい。ちょっとな、こっちの部隊がご指示、こっち来てくれると嬉しいんだけどな。これはまずいの。ちょっとまずいね。どうしたらいいかな。いや、とりあえずちょっと合戦は、まあ待て待て。で、政策銀行駅発令しました。 OK。 いやー、停戦してもいいかもしんないな、ここ。ちょっときついかも。で、合戦、ドイツを殴ろうか。いや、無理だな。ちょっと一旦停戦します。くそ、悔しい。停戦しましょう。三好さん、すいませんでした。私が調子に乗ってしまいました。うん、すいません。あ、でも向こうも停戦したい感じなのかな。あー、じゃあ家宝あげるからさ、これでちょっと、うん、反省してください。さあ、どの口が言ってるんでしょうかね。オーケーオーケー。まあ、とりあえずこれでとりあえず守ったか。ご指示、まあ、入りましょう。オーケーオーケー。ちょっとね、軍取られちゃったけど、まあいいでしょ。で、祖国城を攻める敵はもういません。了解。で、あ、元地が、うん、戦力ありがとう、助かりました。で、その間天子攻めはできません。くそー。そうか、そこは一緒になっちゃうんですね。なるほどなるほど。まあ、とりあえずじゃあ黒瀬城の開発頑張っていきましょう。さあ、1年しっかり内政していきます。で、政策自社寄進を発令。ナイス。さあ、重篤吸収来ました。超速攻撃。おお、いきなり。オッケーオッケー。もちろん喜んで、素晴らしい。で、こちら三好との停戦があと4ヶ月か。うん、あっという間ですね。まあ、あとはじゃあ、そうですね、論功交渉、はいはいはい。で、恩賞欲しい人、じゃあこの方に、じゃあ、はい、感じを上げて2つならレベル2で、家宝の方はそうですね、あ、ランジャタイ流通してるじゃん。どういう裏ルートなんだろう。 OK、 ナイス。で、あとはじゃあこっちの茶道具も変えまして、よしよしよし。内政はね、めちゃめちゃはかどってますね。で、銀山町できて、はい。で、聖堂建設、はい、お願いします。分かりました。で、新しい政策ももうすぐできる。はい、灌漑整備ですね。はい、灌漑整備発令。ナイス。で、もう一個、政策統治療法ですね、素晴らしい。でもまだ金あるもんな。おお、いいね。で、黒瀬城の開発もうちょっとかかるかな。早くね、柚木城の開発もしたいところでございます。で、現在竜造地家の最大兵力が25万で、三好が33万か。いきなり増えたな。いやー、うかうか知らねえ。はい、こちら超速壁取り込み成功でございます。パチパチ、やったー。以後竜造地家の一武将として生きることといたそう。いやー、賢明な判断でございます。ありがとう、私は嬉しい。さあ、一条家をお前もすぐ取り込まれなさい。で、じゃあここには長宗我部元親入ってもらおうか。忠誠心引く。じゃあとりあえず自動任命にしておいて、まあこんな感じかな。はい。で、長宗我部元親には急いで家宝をあげましょう。何がいい、欲しいの何だってあげる。じゃあお前にはそうだな、三等級の武具とかどう。お、いいね。よし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 、めちゃくちゃ喜んでる。やったー、ナイス。よろしい。はい、三好との停戦が期日となりました。了解でございます。じゃあ攻めていきましょうか。ここだと、いや、兵力全然足りねえじゃん。うわ、マジか。こっちは、まあこっちでやっと互角ってぐらいか。いや、だけどとりあえずこっち取りたいな。三好は、うわ、もう斎藤家滅ぼすと直前じゃん。うわ、マジか。まあとりあえずこれでなんとか頑張りましょう。ということで、いきまーす。さあ、三好攻め行きましょう。で、今回はね、ベッキアキツラ、高橋常雲、
吉川元春、そして、島津イエスタがいるからね、まあ大丈夫でしょう。でこっちの方は雨子攻めもやっていきましょうか。じゃあ頼んだよ、頑張れ。あで名所再建もあるじゃん。おおおお、よしよし。で軍開発もうすぐ終わるな。おおおお、さあ早く本拠移転もしたいところ。さあでめちゃくちゃ集まってる、すんげえ集まってんじゃん。制作コニタで配備、レベル3発令です。はい。でもうちょっと待って、ではい、クイーンシュー取り込み成功、ナイス。でこの名所っていうのが、はいはい、太宰府天満宮ですね。全城のこれは内政特性かな、レベルプラス1、素晴らしい。はい、じゃあお願いしますよ。はい。あでちょっと待って、上司がいないとこがある。あここ、あ統治範囲外か。あーなるほどね。じゃあ天満セブンやっておこう。はい、お願いします。ちょっと金かかるけどね。いや結構かかるな。まあやっておこうか。はい、いいよ。しましたぞ。さあでは火星やっていきましょうか。行きましょう。だいぶ変数差あるな。いやここは奇跡を信じましょう。阿波の戦い、龍造寺高信 VS 熱海冬康、またお前か。目の上の炭鉱舟、行きましょう。さあこれはなかなか厳しい戦い。さあ戦力に対した差はございません。嘘つけ。向こう倍ぐらいいるぞ。そうですね、まあとりあえずこれで頑張ってみましょうか。さあということで行きましょう。さあ勝負だ。はい、回転シュピーン。さあまずはそうですね、じゃあこっちの高台取りたいところですね。はいはいはい、オッケー。じゃあこういってでこうかな。でこっちはベッキアギトラとイエキサはもうあれだ、先方でゴリゴリ兵削ってくれ。さあ行きましょう。さあとりあえずこっちのコブを絶対取りましょう、高台ね。さあ勝負よ。まあ絶対に負けられない戦い。さあでこっち、はい、イエキサ頼んだぞ。お前が頼り、まずは素晴らしい。さあでそっちも取ったよ。はい、さあ一番やりは、はい、島津イエキサ。さあでやっぱコブ取るよね、コブ狙うか。あだよね。じゃあこう、はい、さあでこっちはじゃあ挟み撃ちにするって感じにするか。はい、オッケー。でこっちめっちゃ来てる。あーこれはどうしような。いやとりあえずまあここはもう絶対取る、そういう気持ちでいこう。絶対渡さん。さあここだな。はい、さあでじゃあこっち、はい、ちょっとこまめに休憩させよう。はい、オッケー。でこうね。はい、でこれでまあしばらくは、うん、まあまあコブが取られるってことはないでしょう。はい、じゃあこういこうか。はい、こうする。でこっち待機でいいや。はい、であとはまあまあ休んでる部隊はいない。オッケー。はい、こちらに。さあでどう。でこで向こう答えするよね。だよね。さあで攻撃。さあ入ったよ。さあ来ました。はい、こちら。はい、鬼ワコワコワコ頼む。ワコワコにはちょっと助けられるかもしれん。さあでここ取りまして、さあ来ました、この男。はい、ライキーマル頼む。削れ削れ、ゴリゴリ削ってほしい。でこうね。あ結構でも削ってるね、素晴らしい。さあなんとか兵数差を埋めたいところ。まだまだ倍ぐらい埋めないといけないね。はい、状態以上ナイス。あでこんな向こうでナイス、助かった。危ね。で一旦こっち行こうか。はい、さあできました、この男。はい、文具の先人、これも助かる。で、はい、はい、オッケー。あで、はい、はい、なんかやってるわ。はい、こうで、こいつか。はい、さあここも挟みましょう。でこちらは、はい、ゴーの一夜。さあキッカーもとあるも助けてね、頑張ろう。刻み込よしよし、見てるぞ。でもうすぐ家来たの、次の武将が入るはず。力を震え、どうかな。頑張れ頑張れ、よし来たー。さあ魔王寺して登場、島津家康次の武将。いいぞナイス、よし。さあこんなふよ。はい、さあでこっち、よし撤退ナイス。でかした、でかい、それはでかい。でこう、さあで細川伏坂もいんのかい。さあどうかな。でこっち壊滅、オッケー。でちょっと待って、ああなんかこっちなんか別で戦っ
っちゃってるね。一旦休憩するか。はい、ね、こっち休憩。はい、まあ、こっちはね、多分こいつらで大丈夫だ。恐ろしい。問題はこっちよね。まあ、でこっち倒した。オッケー、ナイス。はい、今なので、じゃあこう。で、急いでこっち。はい、敵を叩くぞ。さあ、ちょっとこっち切っと。さあ、挟め挟め。で、こう。で、まあ、一旦こっち、ちょっと潰すか。はい、いやー、ちょっと変なことしない方がいいな。いっ一旦こう。こっちがこうやな。はい、動くぞ。続け。さあ、頑張れ、頑張れ。で、はい。で、もうすぐで、これ、雷霧丸あるか。はい。さあ、早く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 。さあ、きっついって。頼む、助け。よしよし、ナイス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 。さあ、来ました。はい、わがちこ。わがちこじゃない、鬼和子。わがちこではない。さあ、で、こっちは。はい、雷霧丸ね。頼む、削れ削れ。我も共に戦う。こっちがすごい重要。はい、で、こう。はい、一刀一刀。さあ、で、これは誰。はい、文豪の戦陣。頼む、削れ。きついな。よしよしよし、切ってあげる。で、こっち助けて、助けて。下がりたいです。で、こっちがいいか。はい、はいはい、来たよ来たわ。で、よしよしよし、こっちも倒した。 OK、 ナイス。来ました。で、こう。で、これは多分ゴールいっちゃうですよね。はい、ナイス。カット。で、そこ取った。ナイス。出ました。一旦休憩ね。で、そこ壊滅で、まだ出てくるんだ。どんだけおんねん。ただ兵数さ、だいぶ埋まってる。で、こっち、はいはい、大金丸で、じゃあ、鍋島直し、こっち、はい、敵を打ち払います。で、こう、はい、お指図を頂戴した。ですよ。我が武力を。あとは任せるか。安全の敵を打ち払う。はい、で、めっちゃこっち来た。じゃあ、こう行こう。敵を退けるぞ。で、こう行こうか。はい、敵を蹴散る。アザイナゴアサ撤退。で、鈴木サトユ、どんだけおんねえ。もうやめろ。で、お前を聞けし。で、こっち行くか。どうする。さあ、ちょっと。さあさあさあ、どうするどうする。で、来た。で、この男、はい、サトユ、お前の出番だ。行くぞ。さあ、来ました。足を動かせ。はい、釣りのぶせ。釣りのぶせをこすりまくろう。オーケーオーケー、よし、決定決定、ナイス。さあ、で、これが、はい、鬼はこう。ちょっとタイミングが悪い。さあ、来たよ。そうだな、村上武雄はまあちょっと、まあまあまあ、一緒に頑張ってもらおうか。さあ、いけるかな。さあ、あと、まあ、こう、陣取りまして、まあ、もうちょっとかかるな。頑張れ、頑張れ。で、コスメ。よしよ、ナイス。さあ、強撃してる。さあ、来ました。はい、文化の戦地。さあ、元気な方からよろしくお願いします。で、ここで撤退。ナイス。よし、本願寺剣の撤退。で、こう。で、村上武雄は騎乗していいや。はい、騎乗していいっていうか待機して、うん、よしよし、蹴ってる蹴ってる。よしよしよし、いよいよ。さあ、どうするどうする。はい、だー、そっちかけない。そんなあり。これは機関元ある。はい、オッケー。あ、でも、ああ、お前、軒口はどうすんだ、純慶。そんなことをしてる場合じゃないだろうが。オッケー、ナイスー。よし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 。もう最後はちょっと筒井純慶のポカで何とか勝ちましたね。やったー。さあ、これで四国平定かな。さあ、敵将捕獲。で、この方、東洋。で、まあ、もう一人解放。オッケー。さあ、まあ、もしかしたら機内の方にも進出するかもね。さあ、どうでしょう。俺らの時代を。岸和田の方まで行っちゃってるか、俺。さあ、どうだろう。最下城まで行ってるかな。まさか。どうだろう。ありえぬわ。これは、最下城まで行っちゃってるね。ここ守れねえだろう。さあ、ということで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。次回をお楽しみに。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。ルペでした。さよならー。